早い。まだ何も言ってないのに。早いですね。先に言っておきますが、犬は今ここにはいませんのでね。じゃあやっていきたいと思います。最初にリップを塗る。逆、前髪はメイクするときに前髪は定期的に右にやったり左にやったりするのが変な癖が、方向の癖がつかず良いです。おすすめです。前髪がいつもどっちかに割れちゃうよって人にはこれがおすすめです。メイク道具は割と最近いろいろ変わった気がします。需要があるかないかは置いといてやっていきたいと思います。耳にゴムをつけるのは顔のむくみを取るためですと言われていますが、効果があるのかどうかは知りません。まあ気休めの可能性は全然あります。では下地を塗っていきたいと思います。これは日焼け止め成分が入っているやつを顔に塗ります。こんにちは。もう世の中ってさ、夏休みじゃないんかな。終わっている、夏休み。どうなんやろ。ここにおる人に聞いてもあんま分からんから夏休み、学生の夏休み問題はここにいる人たちは分からない。もう始まっとるところもあるんかな。学校によりけり。学生は夏休み。妹は9月半ばまで休み。9月半ば？え？9月半ば？めっちゃもうそれ夏休みすごいいな。なんかもうそんなに休んだら学校行けんくなりそう。意味もう、え、今週までの休みが多いんじゃない。いやそうだよね、そのイメージがあるけど。かもう次は9月1日からスタートとかのイメージやけど、9月の半ばはすごいね。あ、大学ってこと？今頃じゃあ小学生とかは宿題に追われているのでしょうか。たらーん、タラバタラバ、ファンデーションを塗っていきます。最近ファンデーションはパウダーファンデーションを使ってみてます。買った、ブラシも買った。くる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 、
夏場はツヤ肌にすると汗だと勘違いされるので、あまりツヤは必要ないかもしれない。計画的に宿題済ませてそうで、いや昔はどうやったやろ、今ってなったらそうかもしれんけど、昔はそうじゃないかもしれない。クマを消してコンシーラーを、ツヤを汗だと、汗のテカリだと思われるのは良くないですからね。あんまり夏場はテカらせなくていいかもしれないですね。サラ、そうサラあんまり汗かかんけど、なんかマレーシアは湿気があんまなかった気がして、でもその分湿気はない気がするけど、やけん気づいたらこの辺触ったら汗かいとるみたいな感じだった。湿気が少なかったんかなってことかな。日本はもう暑い暑いベトベトジトジトって感じ。なんか外国人の人とかが日本暑いって言っとる意味が分かった、出てみて初めて分かった。夏にさ日本から出たのが初めてやったけんさ、なんとなくさ海外の方が日本より暑いみたいなイメージがあったんやけど、あったんだけど行ってみたらそんなこともなかった。ハンマーで叩かれたあの日からめっちゃ気になってるって。ウケる。じゃあそのまま、それはもうそういうことですよ。押さえても押さえてもテカります。パウダーを塗りましょう。周りのメンバーが汗かいててもサラピア汗かいてないように見える。いやでもそうだよね。やけど本当に暑い時とかに自分はめっちゃ汗かいて、あーもう今めっちゃボロボロなんやろうなって思って終わって裏に行って鏡見たら見た目は全然暑くなさそうな時ある。そう自分の中では、あもう今はもう多分前髪も多分もう終わっとるし汗かいとるしもう今ボロボロなんやろうなって思いながらやっとったけど、終わって鏡裏に行って鏡見たらあれみたいな、見た目は全然そうでもないなみたいな時もある。まあ、でもできるだけ表に立つときはぐちゃぐちゃにならず綺麗でいたいですねっていう気持ちはある。で
前マスカラ上でコンシーラーまでやったらもう一回パウダーをふわっとそう人よりは汗かきづらいんかもしれんてか汗を多分かきやすい代謝の良すぎるメンバーと比べるとそう見えるっていうのもあるかもしれん自分が汗かきやすいだけなのかめっちゃ汗かいてるメンバーが汗かきやすいだけなのかちょっとあんまどっちか分からんけどでダブルライナチコちゃん、ゆきあきたさん、りょうへいさん、おいでます元気さん、ともゆきさん、そうちゃん、ゆうちゃん、金魚とたこ花火、たくあんさん、セリアさん、とうとうギフト、きょんしーさん、ビタミンさん、エビ様、やじうまさん、花火ありがとうございます。辛いもの、あ、でも確かに辛いもの食べて汗が出ることさらないかも。出らん。確かにね。そう、汗かいとる方が頑張っとる感は出るよね、わかる。でも私はそれよりも頑張ってる感よりも涼しげにいたい涼しげにいたいです。でハイライトをやります。ハイライトはやりますけどあんまりやりすぎるとちょっと違うものに見えちゃうので。そう、鼻はいいんやけどね。この辺にやると勘違いされちゃうから塗らないちょっともう夏場はハイライトを抑える。もうあんま塗らないって決めた。アイシャドウはまだこれ使ってます。ただここがなくなってきました。ここはめっちゃなくなりかけとるけどこことか全然使ってないけん全く減ってない。昨日は帰国後初のお寿司を食べました別にまるで1ヶ月ぐらい海外に行った人かのようなことを言ってますが、行っ
ったのは5日間程度。まあ和食が美味しいです。和食を食べていきたいです。まあマレーシアにもね、弥生軒とか寿司三昧とかなんか日本のお寿司屋さんとかいろいろあったっちゃあったんやけど、なんかそんなに向こうに行ってまでは食べたくない。なんていうの、1ヶ月ぐらいおるんだったらは多分ね食べたくなるけど、そんな行ってないのに現地のご飯よりも現地のご飯食べずに弥生軒とか日本にあるチェーン店に行くのはちょっともったいない気がして。マサラカレー、マサラかなとか食べたよ、マレーシアで。なんかマレーシアのフードコートみたいなとこがあって、でフードコートって言っても結構すごいディープな感じのやつで、しかもね向こうではあれがない、あのおしぼりがなかったよ。そう、どこ行ってもおしぼりがなくて、日本はおしぼりも紙ナプキンも置いてくれて、それは当たり前ので当たり前ではないのではっていうことを気づいた。そう、なんだっけ、セントラルマーケットっていうなんかマーケットの中に、でもそのマーケットはなんかアウトレットとかララポートとかそういう系統ではなくて、なんか個人のお店って感じやった。なんていうか、なんて言ったらいい、企業ってよりかは個人の人たちが雑貨屋さんとかを開いてやってますみたいな感じの場所。そうそう、カレーはねなんか美味しかったけど、カレー自体は美味しかったけど、カレーの周りにあるなんかよくわからん食べ物付け合わせみたいなわからん食べ物がめっちゃ苦かった。苦すぎた。そんな辛いかって言われたらそんな辛くなかったけど、でもねスパイシーみたいな、スパイシーみたいな辛いやつを聞いて食べたんや。でなんかもう見た目で判断するしかないけんさ、画像を見て判断しとったんやけど、そのメニュー見てこれはって気になったやつを言ったら、ラム肉って言われてやめておきましたそうやめておいた。でさ、向こう牛肉あんまないけんさ、もう向こう行ってからはチキンしか食べてない。鶏肉おいしい。鶏肉結構好き。ちょっとラムはやめておいた。なんかさ、日本で食べるラムとさ、ラム肉とさ、まあ、ちょっと話が違いそうじゃん。日本で食べてもちょっと癖強いのにさ、ちょっと挑戦しませんでした。そのカレーはあのツイートしたやつです、何日か前に。まだ向こうにおる時に48グループライブがある日にツイートした写真です。
カレー、まあ日本のカレーとは全然違う、そりゃそう当たり前やけど。え今ビューラーしようと思ったらさ、ビューラーのここのゴムがない。え、そう、しかもねフードコートがめっちゃ面白くて、音が音あのなんかさ、日本のフードコートは注文してで出来上がったらあのピーピーピーみたいなピー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 ってなってそれを持っていくじゃん、そのお店に。けどサラが行ったそのセントラルマーケット、多分どこ全部マレーシア全部ではないと思うけど、サラが行ったとこはそのピーピーピーがなくて、なんかまあとりあえず座っといてって言われるんやけど、座っとったら至る所のお店からあの日本のレジとかに置いてあるあのチーンってやつをチーンって鳴らされるんよ。でもさ、それどこのお店から鳴っとるかわからんし、誰を呼んどるのかもわからんくて、なんかチーンって鳴らされて、で多分それ気づいてなかったら何回もチェンチェンチェンって鳴らされて、そうでパッてこのお店の方を見たらチェンチェンチェンって手招きされるんやけどさ、そんなあんまり並んでない時はいいけどさ、あんまり人がおらん時いいけどさ、いっぱい人が並んどる時さ、自分なのかさ他の人なのかわからんくないっていう、なんかアナログ的な感じ、アナログやった。そう、あの日本にもある日本のレジにあるあの銀のチーンってやつをお店の人が鳴らすんよ。アナログと思って。すごって思った。でも多分そこがそういう感じやっただけで、ちょっとアナログ、そのセントラルマーケットってところはお土産を買うスポットで有名なんやけど、そこはお手洗いもお金がいる、お金有料でお金払ったらなんかね、テーマパークの入り口みたいな、あのこうガガガガガってやる、あのガガガガガってあのディズニーとかの入り口にあるあのガガガガガガガってあの進んでいくやつあるじゃん、あれがトイレの入り口にあって、お金払ったらそこをガガガガガって通って、そしたらなんかもう絵みたいな量のもうちょんみたいな、ほんとちょっとのぐるぐるぐるってしましたみたいなぐらいのペーパーをピュって渡されてそれでトイレに入るんよ。テーマパークみたいな。でも別に決してお金を払って入ったトイレだからといってめっちゃ綺麗とかではない、全然そういうわけではない。すごいよね、文化の違い。日本はとても綺麗な おトイレを無料で貸してくれて、たまにさ使えないコンビニとかさ、あの締め切っとるコンビニむって思うけどさ、それ貸してもらえるのが当たり前じゃない。まあ日本も場所にはよるけどさ、でもほぼ貸してくれるじゃん。
逆に。しかも綺麗、綺麗って思った。そのセントラルマーケットってところが割とそんな感じだった。全部違いを感じた結構、日本との。やばい、充電がない。いや、チップじゃなくて、そこはもう決まっとった、値段が。全ては人生経験だなと思いましたね。そう、でも行く前までは人生経験としてちょっとドリアンを食べたい、食べてみようかなって思っとったけど、行ってみて道路とかで、なんかあの道でね、ドリアンのジュースなんか売っとるところとかあったんやけど、屋台みたいな感じでね、あったけど、ちょっと無理だ、無理でした。もう匂いがえげつなさすぎてちょっとこれは人生経験としても無理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 と思って。まあロケ、テレビの何かしらのロケとかで行っとったらまあまあ食べたけど、完全プライベートの人生経験としてはちょっとハードル高かった。充電がないので携帯に変えようかな。ドリアン少年、変わったかな？切り替わりましたか？変わってない？うっそん。かわいいよじゃなくて、変わったかなって。変わったかしら。広角になるけん、なんか違う感じに見える。
それでね、そのドリアンを結局私はまあ食べなかったんですけど、マレーシアで。でもくるくるがなんか試食させられたみたいな人って、ドリアンのお菓子、なんかドリアンのやつをなんかお店で試食させられてみたいな、カモンカモンって言われて試食させられて、でも食べてみたらもうやばかったですって言っとって、でその後ずっとなんかジュースを飲んで口をずっとごまかしよったのが面白くて、やっぱそう簡単に受け付けられる味じゃないんやなと思った。しかもなんかそういうのって意外と食べてみたら意外と美味しいじゃんみたいな感じだと思ったんやけど、でもさ、多分ねパクチーは意外といけるんよ多分サラ。そう、なんか料理に入っとって、で食べた時になんか周りはうんみたいな反応しとったけど、サラはなんかこれ食べたことある気がするなみたいな、何の味やろうと思ったらパクチーやったんやけど、意外とパクチーはいけるタイプかもしれん、もしかしたら。さ、エゴマの葉とかもいけるんよ、わかる？エゴマの葉、エゴマの味とかめっちゃ好き。エゴマは好き。なんかね、中華系の、あ、中華じゃない、韓国だ、韓国系のガチ韓国系の韓国料理屋さんのマンドゥにエゴマが入っとって、わかんない、嘘、エゴマの葉調べてみてってやつが入っとるやつがあって、なんかそれ好きやったんよ。エゴマの葉知らない、嘘、そんなマイナーなものなんかな。そうしたらそれから その味が好きやけん、多分結構エゴマも癖強い系ではあるけど、それはいける派です。そう、見た目はシソって感じ、葉っぱ系なんやけど、エゴマの葉、なんかどういう味って言われたら難しいけど、まあパクチー系のなんかちょっと癖ある系っぽいけど、さ、それいけたし、パクチーもね、なんかまあ好んで食べようとは思わんけど、確かにね、好んで食べたい、また食べたいって思うものかって言われたら、ちょっとはい思わないんですけど、でも美味しかった、うん、全然そんな嫌じゃなかった、けん意外といける派かもしれん。でもさ、セロリとか本当に無理そっち系本当に無理、うーってぐらい無理。クアラルンプール行って、クアラルンプール独特の匂いがするなって思った。なんか街の匂いというか、数十年後に同じ匂い嗅いだら、それが30年後だとしても多分
この時、今のこの時を思い出せるぐらいなんか匂いした独特な。でもさ、海外の人も日本に来たらさ、独特な匂いしとるなって思っとんかな。別に日本で生きとってさ、そんな独特な匂いがするって思うことないけどさ、思っとるんかな海外の人は。その土地その土地の匂いってやっぱあるんかもしれないですね。韓国もあったかな。でもなんかもう今回が結構強烈だったかも。なんか本当に独特な匂いした。日本は醤油臭い、醤油臭い、まあ納豆臭いって言われるよりはいいんじゃない。醤油臭い。で納豆はさ、納豆もサラは美味しいって思うし好きやけど、海外の人が無理な理由はなんとなく分かったよね。まあ日本人ですらね、納豆嫌いな人は本当に無理って感じやけんさ。アリちゃんとかね、納豆無理ない。納豆無理やし、なんかネバネバ全部無理らしい。ネバネバ NG らしいです。と言っている間に、なんだかんだ話している間にメイクが完成しました。まあ今回はね、あんまりこっち入れるわけじゃないんですけど、まあゆっくりしようと思って帰ってきたんですけど、帰ってきたら帰ってきたで、まあ昨日はゆっくりして、で昨日ゆっくりしたらなんかどっか行きたくなったので、今日は犬とお出かけでもしてこようと思います。モンブランさん、中野さん、やじうまさん、ジェリーさん、カエルサントさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。そんな感じで喋っていたらメイクが完成しましたよっていう感じです。今回は全然そんな長く入れませんけど、なんかやっぱでもさ、なんだかんだマレーシア5日間行っとったけんさ、話しとるようでまだまだ話してないことあるよね。思い出してないだけ説あるそう。なのでまた、まあ夜も配信しようという気持ちではあるのでって感じです。何今なんかさ、なんかやってんのイベント、違うか。そうだ、お話し会もね受付中ですので、またメールを送りますが、このバナーからクリックできますそういうバナーね、せっかく作ってるんでバナーからクリックできますので、ぜひチェックよろしくお願いします。あ、チーク塗ってない、今思い出した、チークを塗っていませんでした。けどさ、そんな普段塗ってないけん、
違いが分からない。そうだ、チーク塗ってなかった。分かる？チークを入れている方と入れていない方、入れている方と入れて、分かるね。バカにすんなって言われるかもしれない。そんぐらい分かるわって言われちゃう。チークはそんな主張なく入れるぐらいが私は好きなので。あ、ちょっとなんかめっちゃついたように見える。でも現実で見るとそんなついてないけどさ、なんかめっちゃついたように見えるよね。ははまあ、チークは吸い込まれるので、あの肌に、肌から吸い込まれるんでね。今は濃く見えるけど大丈夫。あと最近やっているやり方、あ、そう、このまあちょっとこれはまた今度話そう。あのクアラルンプールでのメイクさんの話覚えておいてください。まああのもう終わるのでこっち今は喋らんけど、今度話すので。今日の夜でもクアラルンプールのメイクさんの話っていうのをね、あれ何だったのって私が喋らなかったら聞いてきてください。これは私が聞いてって言ったので聞かれても怒りませんので安心して聞いてきてください。クアラルンプールのメイクさんの話。よし、それではそろそろランキングを読みたいと思います。はい、小石カープさんありがとうございます。ともゆきさん、吉田健一さんありがとうございます。それではランキング読みます。48位あきさん、24位こうたさん、13位キョンシーさん、12位ゆうきあきたさん、11位 MJ さん、10位バオバブさん、9位奥ゆきさん、8位ともゆきさん、7位ジェリーさん、6位おいでます元気さん、5位ゆうちゃん、4位やちうまさん、3位あかゆるサンタさん、2位セリアさん、1位中野さん、ありがとうございました。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。